お疲れ様です。今日はね、支援環境大流行しております。枯渇デッキをね、なんと2種類紹介していこうと思います。というわけで、1つ目早速ね、こちらのマイティ枯渇ですね。まあこれはね、ほんと基本的な方かなと思います。まあ新環境はね、マイティ強化で、まあ絶対流行るだろうというわけで流行ってます。はい、枯渇デッキですね。めちゃんこ強いのでおすすめなんですけども、まあこれは基本のこととして、もう一個ね、はい、あるのでそちらもね紹介します。さあそれがこちらです。はい、同じやないかいと、何が違うんだというとこなんですけども、大砲が吹き矢になってます。はい、施設が入ってない枯渇デッキっていうのでちょっと珍しいですね。はい、ちょっとどころじゃねえな、結構珍しいかなと。大砲もテスラもボムもインフも何も入っていない枯渇なんですけども、まあマイティが結構防衛でやっぱ優秀なので、別に施設なくてもマイティでも守れるじゃんっていうところの施設がね入ってない方の枯渇もあるので、ちょっと今日は2種類ねやっていこうと思います。で僕的にはまあ大砲はあっていいと思うんですよ。全然このシンプルな方の方が強いんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあやっぱ安定感っていう部分で考えると、そう、大砲あれば結局ジャイもホグもロイジャイもなんかゴルとかエリジャイも全部一旦釣れるじゃないですか。なんでしっかり時間稼ぎもできるしっていうので、なぜ大砲を抜いたんだって感じなんですけども、まあマイティもやっぱものすごい強いんで、なくても戦えるし、それこそ吹き矢が1枚出てくるだけで、何よりねゴブリンバレルは刺さりやすかったりだとか、攻めでねガンガンこうウッドコカツウッドコカツっつってマイティフキアーとかで攻めれるっていうのもあるってなると、まあ確かに施設なくてもいいのかなとはなるんですけども、個人的にはあっていい派なんですけど、皆さん的にはどんな感じですかね。よいしょ、これはね一旦緊急で守ってます。頑張ってます。よいしょ、さあ一旦守ってっていう感じかな。まあ逆にじゃあ吹き矢型のメリットは何なのってなった時に、まあメリットはまあ相手がクエイクだった時とかに、まあ大砲をね変にクエイクの一切なんないだとか、あとなんだ、そんぐらいか全然ねえやん。まあソラスなんだ、ラバとかバルに対して吹き矢プリンの方が強いかな。体育枠増えるし、あとマイティもいるんで、ラバには結構戦いやすくなるのかなと思いますね、そっちの方の方が。っていうのでなんか2種類入ってるんですけども、まあ両方強いです。はい、簡単に言うと、めちゃくちゃ簡単に言うと両方強いです。相手はペッカ工場のガゴ型っすね。てかガゴが強化されたんで結構強いっすね。さあ防衛はそこそこに硬いっぽい。にょん、このマイティもいいよね。めちゃんこ、強くね。なんか余裕があるっすもんね、このユニットに。さあこれも対応しないといけないっていうので結構苦しそうには見えるな、これ。あー、ゴースト受けたかったな今ので。さあ単純にまあ相手はペッカなんで刺さるよねーって感じですね今のとこ。さあ攻めてあげて、おお許容男だな。で魔術じゃないんで
マイティアもちょっと強いっすよ。ちょっと怖かったらもうロケット撃っちゃう。はい、防衛ビビリな方はね、防衛ロケ撃ってください。で回るんじゃないんですか、どうなんだろう。回転早い気もしなくとはないけど、はい、というわけで、まあ、ロケも2周回して回転も早いんでね、こたつは感じかな。まあ大砲がある分こういう工場とかにはすごい強い気もする。まあ吹き矢でも全然戦えるとは思うんですけど、どうなんだろうっていう、まあ個人的にはね、大砲型すごいおすすめかなと思いますね。こっち行きます。あ、コカちゃんですね、この相手は。まあ正直ね、吹き矢型も吹き矢型でね、こう枯渇要素も増えて、なんかね、使いやすいとか使ってて楽しいとか、なんかそういうのをね、なんか勝ち以外の視点も含めると全然強いし、おすすめはするんですけどね。あー、まあ勇気さえとして定位置でよかったよね。さあ枯渇対決だけど、相手が勇気なのでもろたで工藤くん、これは勝ちたいってかも、逆に負け方も教えてほしい。まあムート事故っすね。てか陸行け足んねえなこれ、気づいた。まあ大事なのは許容。ニョキニョキニョキキ、雪で時間を稼ぐ吹き矢タワニ、よし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 、いや負けてる、うん、でも負けてる。さあこんな感じで、まあ U のダークプリムートっていう、まあ相手は枯渇なんですけど人気みたいなとこあるんで、カシマイプリンで一回ちょっかいかけてくんのか。まあそこっすね、そこの陸だけマイティが結構重要になってくきそう。うん、で回転遅いからもうやり得しない。よしよし、うっ、防衛バレルうまっ。でもこれでね、相手にコスト使わせて守れてんで、俺からしたら美味しいっすよね。相手もにっこり、みんなハッピー。いけや、そっちじゃねえな、マジマイティの受けだけ。マジ低めに配置すればお前打っとかないだろ。受け入れ、惜しい。なんならこっち、いや絶対バカだな俺、右でよかった絶対、誰がどう見ても。そうバカなんですよ僕たまに、やばい。このゴブリンがうまい、ゴブリンじゃねえ、言うのプリン、見るだけじゃダメやで、プリン頑張ってくれ。あーそれうまい。ロケ撃っちゃう、ここっすね。ユウの熱い、いや強いね防衛が硬い。さあでもうすぐロケ圏内、もうすぐどころじゃねえな。おめでとうございます、あなた選ばれました。俺の敗北者に。オーケー。
さちょっと怖いね。なんか縦の選手とかでね人も良さそうみたいな思っちゃう。あ、マイネームイズ FRED 当たったな、つい先日。何のデッキかはマジで覚えてないけど、マイネームイズってだってつけないもんな普通。普通とか言ったらよくない。あー、メガナイトホールブレイカーの矢沢くんだ。さあ、矢ザップっすね。おい、マジで、お前マイティ俺が裂いたからって調子乗ってきてんじゃねえよ。ほい、まあゴブリンで延命を勝ってもよかったけど、測んなくてもいいか。さあ、でも今回の相手は柳雨がねあるので、どうすればいいんだ。ハシマイプリンか。うー、これでもメガネと来れないんで、ちょ、うん、怪しいロケだったな。いるかいらないか怪しかったな今のは。あー、これなんかどうしよう。こっちに、こっちのタワー竹取れ。あー、届かないか。まあまあまあ悪くはない。ヤナアメザップなんでめっちゃ突破されるっすね。マイティもね、ジーってさあ、あるやん、技術の時間にやった、何なんていうの、銀色の丸作る作業あるじゃん。うわー、マジでド忘れしたね。あの時間にザップ打たれたらもう何もできなくなっちゃう。許容かなこれ。お、熱いする。やばい、なんでマジなんで入ったっていう。マイティがな、活躍できないのは辛いな。でも今回ね、ウォールブレイカーねえから勝てるっすね。ダメージ受けないっすもんね、理論上。ギガ拾えば。いやー、美味しいから始まりがないと。いらんな、いらんな、絶対。だんだん相手もね苦しくなってくるよこの時間帯。マジロキ打ちてやる。一生プリンたまるぞ、プリン溜まるぞーん。攻めちゃうぞーん。やっぱこれディーガーに当てればよかった。攻めちゃうぞー。あ、ロケ圏内です。気づきました。やだめ、はよっ。さあ、怖い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 相手ですが、大砲です。これ大砲なかったら危ないです。さあ、まあ空にだけはね
この吹きアプリン型は悪くはないんですけどね。でも結構疲れてんすよね、なんか異常に。マジで。あー、26?26? 大砲捨ててきたよ、俺。今さっき。大砲捨ててきたけど大丈夫かな。ちょっとマジで。うわ、でも、これどうなんだろう。ホグに対してさ、クエイク、大砲めっちゃ欲しいけど、相手今クエイクだったんですよ。そう、公開ってホグクエイクだから、大砲結局クエイク取れるだけみたいなね。って考えると、意外と悪くない。うわ、マイティホグクエイク強いって。ゴリゴリ環境デッキじゃないか。いや、迫撃じゃなかったら環境デッキじゃねえな。なぜ定位置じゃない。よし、いやめっちゃいい。でもえめっちゃいいやん。さあ大砲はないんで、頑張って守ります。はい、で頑張って守ったら攻めます。相手は7個使ってんだね。いや、この防衛はマジでむずいんですけど、イケアです。いや、吹きは延命するべきだったかな。なんかむずいな、今の判断。アイスピをマイティ飛んだ時用にって思ったんだけど。なんか余裕で勝てそうじゃね。マイティ焦がせ。こうやって何発入るんだろう。おー、一発で済んだっす。ハチプリは読まれると思うんだけど、読まれないのね。どうすればいいか。いや、このなんか吹きアプリに配置しとくの強いな、ちょっと。これ、ね、もしかして、見誤ってた。後ろからこの吹きアプリに出しとくだけでさ、相手なんか悲しそうな顔してるってさっきから。え、なんか、俺ウッド今使ったと思ってたら、全然使ってねえし、何を縛ったの。ただ削っていかない負けるそうなんで、何のためのロケットやねん。間に合え。でもマスクが入っちゃう。さあロケット2周って大変だよマジ。あれ一旦ねコスト使わせる。だけはマジ行かれたら終わる。いや強いね、こう見ると。後ろから吹きアプリンこう出すだけ。後ろから吹きアプリンでいいか。いやーナイスプリン。あー、これやばい。めちゃんこ頭使ってる相手。でも俺も許容な頭を使ってる。マジでクエイクやめて。あぶねえ、あぶねえよ。施設ねえと怖えけど今回は施設なくてよかったなっていう話なんですよね。どっちも良さがあるっていうね。むずい。のこういうのにはね、間違いなく大砲強いですね。あ、でもクエイク多いね。ホグかな。あ、そうっすね、もうマイティホグっすね、クエイクの。大砲がホグにも使いたいしみたいな。
これどうやって守る相手の迫撃。大砲引いても食い下れるでしょ。何を言ってもダメやんっていう。気づいてしまった。これでも回んないウッドが。あー、めっちゃ今いけん。いやー、めっちゃ強いぞ、ゴブリン。よしよし、サイクルやっぱ早いんでね、この回んない時の、ゴブリンバレルが強い。あとはもう無理やり削ります。はい。序盤に。で、無理やり延命します。いやー、相手、ガチで悲しそう。いやー、ウッド使ったけど、定位置でよかったー。よし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 。さあ、これは、うますぎたグッドゲーム、です。何も言葉出なかったけど、そういうことだね。これだってぶっちゃけ相性鬼悪いぞ、正直なところね。けどこのね、チャンピオンのマイティのサイクルでぶっちゃぐちゃにしていく。しかも9月なのにサンクラ回収も早いよと。いや、熱いね。この迫撃ホグクエイクデリバリーウッドですからね。さっきからめっちゃきつそうなの買ってね。さては枯渇マジで強いの。さあ、ノバあり。マジこのデッキってかこっちの方だとね、やばい。緊急だけはやめて。大砲がない分やっぱ確定ダメージを受けないといけない場面が出てくる。エレジャイとかね、ジャイとかね。でもそれを、あれ？めっちゃ走ってるあいつ。ああ、潜ればよかったー。まさかのこれ。さあ、今回の相手ですね、ゴレなんで、そう、多分完封するっていうのは結構不可能ゾーンだと思うんですけど、あれ甘えてね？めっちゃいいソウルコールだ。そう、完封できないのでできるだけ序盤に決着をつけたいっていう願望で、スキキンもない。取るね。あー、 B ドラ。まあ盾使ってくれんなら全然いいっす。相手は悲しみに満ち降りてます。まあきついよな、間違いなく。こんな、あー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 っていう典型的な空振りを。テンプレスね、マイティの処理ミスで検索したら出てくるやつや。さあ熱いね。でもニコニコトレン使ったね。手、内側でよかった。さあ、で、ここの防衛方法は非常にむずいんですけど、もう頑張る以外何も言えない。さあ頑張って、ベイビードラが強いかな。あー、これ結構でかい。ゴリゴリいくよ。これもう守る体勢入ったらいかれちゃうんだよ。あれ
俺にゃ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 ーん。さあ、というわけで施設ないとねちょっとこういうのが怖くなるんですけども、全然マイティプリン吹きはねいっぱい出せば守れます。というわけでこちらの、2種類のカツ、ちょっと皆さんもぜひやってみてください。コメントでねこっちの方が使いやすいよとか、こっちの方がこれがいいんじゃないとかあればね、ぜひちょっと参考になりますんでお願いいたします。ではお疲れ様でした。